串田は、日本の男性プロレスラー。WWENXT 所属。東京都大田区出身。血液型 B 型、あっ先週大学卒業。本名及び旧、e、リングネーム、串田たゆ郎。じろう。1983年5月12日、東京都大田区に生まれる。5歳上の兄の影響で、 物心ついた時からプロレスにのめり込み、プロレス雑誌を読みあさったり、テレビで観戦したり、会場に足を運ぶなどして熱中し、武藤刑事をヒーローとして見ていた。プロレス残昧の生活を送ってきたくしだが、プロレスラーになることを夢見るようになったのも、この頃からで、小学5年の頃にプロレスラーになることを見据えて、バスケットボールを始めた。1998年の春。 高田信彦が主催する高田道場が設立され、中学のバスケットボール部を引退した6月頃から、本格的に高田道場に通い始めるようになり、足立匠の指導の下、レスリングのトレーニングを開始する。2003年1月、総合格闘技団体、ZST における水野健治戦で総合デビューを果たす。2004年には、 ジェネシスライト級トーナメントで優勝を飾るなど、総合では無敗を誇る活躍を見せた。結果を残したことで、総合格闘技界からは、多数のオファーが来ていたが、当初の目標であった、プロレスラーになりたいという思いは変わらず、すべてのオファーを断ると、2005年に専修大学を1年間休学し、プロレス修行のために、自費で単身メキシコへ渡った。 オリエンタルが主催するアステカ武道館道場でトレーニングを積み、9月16日のアレナネサ大会のブラックスパイダーカンスタン組を相手にプロレスデビュー戦を果たす。また、現地では覆面レスラー、ユジロとしても活動した。ハッスル所属時代の串田ダ2006年2月10日、後楽園ホールで行われたハッスルが主催するハッスルオーディション2006に参加。 先行から外されてしまうが、その素質を買われて練習生として、同団体に入団する。田尻の内弟子となって下積み生活を経験し、9月7日のハッスルハウスボリューム20にいて、田尻と共に高田モンスター軍の赤鬼雲青鬼雲組を相手に、日本でのデビューを果たし、赤鬼雲から超新星ラナでピンフォール勝ちを収めた。2007年からは、 もっと、プロレスの試合がしたいという感情が湧き上がったことから、アパッチプロレス軍、ドラギションといった他団体に参戦。7月には本名である、久下雄次郎の名義で、全日本プロレスに参戦を果たし、2008年2月には、全日本が主催する、プレイボーイチャンネルナイトの U-30、タックトーナメントにて、T28 とのタックで優勝。三月には、 T28 と共に、ジュニアタックリーグ戦にも出場し、公式リーグ戦では、和林から大金星となる勝利を挙げた。2009年に入ると、高田モンスター軍のレオ・ーハラと、熾烈な抗争を繰り広げ始め、2月19日の、後楽園大会にて、NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座を保持するオハラと対戦。 自身の髪をかけて臨んだ串田だったが、大原のベルト攻撃からピンフォール負けを喫してしまい、試合後にモンスター軍の手によって丸刈りにされた。しかし、納得のいかない串田は、この裁定に抗議。競技の結果、時間無制限での再試合を行うことが発表され、再び大原と交戦したが、モンスター軍のセコンド乱入によってリング上が混乱状態に陥り、 ノーコンテスト裁定が下され不透明決着となった。大原と決着を果たすべく、3月25日の後楽園大会にて、大原はベルト、串田はハッスル追放をかけたアリオスコントラ、カンペオナートの試合形式で、再び大原とタイトルマッチで対戦したが、最後はデビルレイに敗れて、ハッスルを追放された。二千九年三月末をもって、ハッスルを退団した櫛田は、 再び、メキシコ、カナダ、アメリカといった海外のプロレス団体を転戦。2010年にはタジリが新たに旗揚げしたスマッシュに合流し、所属選手として日本に帰国。3月26日の新宿フェイスにて行われた旗揚げ工業のメインに登場し、発する所属時代に因縁のある大原はじめと対戦。ミッドナイトエクスプレスで勝利を収めた。これを皮切りに、 大会を重ねるごとに目覚ましい成長ぶりを見せていく。5月8日には新日本プロレスが主催するスーパー j t タグトーナメントにゲドと共に出場。双方のファイトスタイルの相違が原因で仲間割れを起こしてしまい2回戦で敗退。同時にゲドとの意向が芽生えるようになる。その後、新日本に継続参戦するようになり、同団体が主催する。 ベストオブザ・スーパージュニアに初出場を果たす。予選落ちが確定し、その最終戦である13日に下道とのシングルマッチが組まれていたが、負傷した下道のリザーバーとして登場した矢野2に一方的に叩きのめされ敗戦。試合後にはテーピングでロープに縛り付けられてしまい、下道からしない攻撃を食らってしまうも、棚橋博士に救出され、事なきを得る。翌19日、 ドミニオン6.19にて、矢野によって髪を刈られるピンチに陥った、棚橋の救援に駆けつける。後から登場した田尻と共に、矢野の暴挙を阻止することに成功し、バックステージにて棚橋と田尻との取りを、棚島を結成。同月に開催された、J スポーツクラウン無差別級六人、タッグトーナメントでは、棚橋と田尻と共に出場して、準優勝という戦績を残した。 7月19日、未だイコンのついえていないゲドと対戦し、ミッドナイトエクスプレスでピンホール勝ちを収め、構想に終止符を打った。2011年2月25日、スマッシュ14の舞台で新日本プロレスに円満移籍することを発表、3月8日に入団会見を行った。新日本遺跡が発表された後、同月19日に、 プリンスデビットが保持する IWGP ジュニアヘビー級王座に初挑戦。同月31日に開催されたスマッシュ15にて大原はじめとのシングルマッチをもってスマッシュを退団し、4月1日付で正式に新日本所属選手となった。4月3日、ニューディメンションにてマカベガタナギとタンクを組み、小島聡ト高道のくくみを相手に新日本所属デビュー戦を、 行ったが、高野道の区ドライバー2に敗れた。8月14日、G1 クライマックス最終日のセミファイナルで行われた、IWGP ジュニアタック戦終了後、IWGP ジュニアヘビー級王者である、イブシコータに、同王座への挑戦を直訴し、イブシがこれを承諾し、対戦カードが決まる。しかし、イブシが、古傷の左肩を脱臼したために王座を返上。急遽、 IWGP ジュニア王座決定戦として9月19日に全王者のデビットと対戦。序盤デビットを圧倒するも徐々に追い込まれ、最後はブラディサンデーに敗れた。11月12日のパワーストラグルではタイガーマスクと共に IWGP ジュニアタッグ王座を保持するのをリモーズコープスと対戦したがコントラクトキラーに敗れた。 2012年タイムスプリッターズとして活動する櫛田とアレックス・シェリー8月26日、サクラメントに拠点とするサクラメントレスリングフェデレーションに参戦。同団体が主催する工業でフォーエバー・フューリガンズに襲撃を受けていたアレックス・シェリーを救出。後に、シェリーが新日本に定期参戦したことでタッグチームを結成し、新日本の歴史と戦っていき、 新しい時間軸作るという意味合いを込めてチーム名をタイムスプリッターズと命名。キング・オブ・プロ・レスリングにてシェリーと共にフーリガンズが保持する IWGP ジュニアタック王座に挑戦したが敗戦。それでも次期シリーズで開催されたスーパージュニアタグトーナメントではシェリーとのタッグで出場。決勝戦でアポロ55から勝利を収めて優勝を果たし、 ジュニアタック王座の挑戦権を獲得。パワーストラグルにて再び、フーリガンズと対戦し、勝利を収めて、ジュニアタック王座を奪取した。2013年2013年上半期は、シェリーと共にジュニアタック戦線の中心を担う、存在として活躍し、ジュニアタック王座をめぐって、フーリガンズと構想を繰り広げていくようになる。 ザニュービギニングでは、そのフーリーガンズを相手に勝利を収めるも、レスリングドンタクにて敗北を喫したため王座から、陥落。その後、ボス公式リーグ戦で、クシダは、コズロフ、シェリーはロメロから勝利を収めたことで、再び、ジュニアタック王座への挑戦をアピール。ドミニオン6.22にて5度目の対戦を行ったが、コントラクトキラーに敗れて、王座ダッシュには至らず。 この一戦に敗北を起死したことで、王座戦線から交代したものの、ディストラクションにて、タイチ高道のくくみを相手に勝利を収めたことで、王座挑戦の望みをつなげることに成功。キング・オブ・プロレスリングにて挑戦が決定したが、シェリーが追巻版ヘルニアのために欠場し、ジュニア・タック王座の挑戦も取り消された。2014年4月12日、 レスリングワールド2014引退ンにて、ネバー無差別級王座を保持する、石井智弘と対戦したが、垂直落下式、ブレーンバスターに敗れた。5月、ボスに出場。5勝2敗という成績で予選を1位で通過し、決勝トーナメントに進出する。6月8日、国立代々木競技場第2体育館にて、準決勝戦で大地を下し、決勝戦で、 リコシェと激突するも、最後はピンフォール負けを喫し準優勝に終わった。6月21日、ドミニオン6.212で、シェリーと共に IWGP ジュニアタッグ王座を放置するヤングバックスと対戦し、勝利を収めて、同王座2度目の大冠を果たす。7月4日、キズナロードクエ園、ホール大会のメインイベントに登場し、 IWGP ジュニアヘビー級王座を保持する、イブシコータと対戦して勝利。第68代王者となり、ジュニアタックと合わせて2冠王に輝いた。9月21日、ディストラクションイン神戸にて、IWGP ジュニア王座の初防衛戦として、田口隆介と対戦するも、アンクルホールドで、ギブアップ負けとなり王座陥落。さらに11月8日、 パワーストラグルにて、レッドラゴンに敗北を喫し、ジュニアタック王座も手放した。2015年5月、ボスに出場。同じブロックに出場していた名優、シェリーとの対決のみは、シェリーの怪我により行うことができなかったものの、1敗のみという素晴らしい成績で予選を突破し決勝へ進出。昨年と同じ代々期の決勝の舞台では、改良ライリーとの関節の取り合いを制し、 悲願の優勝を遂げた。ドミニオン7.5イン大阪、ジョーホールにて、IWGP ジュニアヘビー級王座を保持する、ケニー・オメガと対戦。セコンドのヤングバックスの介入に苦しめられたが、最後は、ホバーボードロックで、ギブアップ勝ちを収め、同王座二度目の体感を果たす。その後、リコシェを相手に初防衛に成功したが、 ディストラクションイン岡山で、再び、オメガと王座をかけて対戦。最後は、セコンドのカール・アンダーソンの介入による、ガンスタンを喰らい、オメガの変欲の天使に破れて王座から陥落した。2016年1月4日、東京ドーム大会にて、IWGP ジュニア、ヘビー級王者であるオメガに挑戦し、前方回転エビ固めで勝利を収め第73代王者となり、あ、 武士、ミル・オスプレイ、重心・サンダー・ライガー、オスプレイ相手に防衛している。8月、スーパー・ジェカップ2016に出場し、決勝において、鈴木軍の金丸・義信を破って優勝した。9月17日、武士との IWGP ジュニア・ヘビー級王座戦で、ピンホール負けを喫した。10月11日、武士のバッククラッカーにより試合中首を、負傷。 さらに試合後リング上にて、サナダのアシストによるパイプ椅子を挟んでの武士のコードブレーカーを受け全く動くことができず単価で運ばれる形になってしまった。11月5日、武士の持つ IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦し勝利した。2017年1月4日、レッスルキングダム11にて、高橋博文に敗れ、IWGP ジュニアヘビー級王座から陥落。 その後、3ヶ月の時を経て、桜ジェネシス2017にてジュニア王座を保持するヒロムと再戦。序盤からホバーボードロックを仕掛けて短期決戦を狙ったが、高橋ヒロムのサンセットフリップパワーボムで場外に叩きつけられ失速。最後はタイムボムでピンホールを奪われ、1分56秒という短時間で敗れた。5月、ロート新日本による 北米ツアー、ウォー・オブ・ザ・ワールズに参戦。同月7日のトロント大会にて、J リー・サルと対戦し、新技のスモールパッケージドライバーで勝利した。ツアー最終戦となる14日の2300アリーナ大会では、ロー世界 TV 王座を保持するマーティス・カルと対戦し、スモールパッケージドライバーで勝利を収めた。5月17日より、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、 24が開幕。B ブロックで4勝3敗という成績を残して決勝へ進出し、6月3日、国立代々木競技場第2体育館で行われた優勝決定戦でウィル・オスプレーと対戦。最後はバック・トゥ・ザ・フューチャーで勝利を収め、同大会2度目の優勝を果たした。6月11日。 ドミニオン6.11大阪城ホールで IWGP ジュニアヘビー級王座の高橋博文、に勝ち第77代王者となった6月23日アメリカマサチューセッツ州ローウェルのローウェルメモリアルオーディトリアムで行われたロー世界 TV 王座選手権試合において挑戦者マーティス・カルニバック・トゥ・ザ・フューチャーを決めて勝ち初防衛に成功続けて6月24日 同会場で挑戦者、J. ホワイトにバックトゥザ・フューチャーを決めて勝ち、二度目の防衛に成功。帰国して、すぐ6月27日、後楽園ホールで行われた絆ロード2017において、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合が行われ、武士にバックトゥザ・フューチャーで勝利し、初防衛に成功。その試合後、エルデスペラードが登場し、クシダの頭部にギターショットを、 決め、串田は退場。デスペラードは、次期挑戦をアピールした。9月16日、エルデスペラードの挑戦を受け、鈴木軍のダーティーインサイドワークに苦戦するも、最後はバックトゥザフューチャーで勝利した。9月22日、ラスベガスでのローの大会にて、ロー世界 TV 王座をかけ、ケニーキングと対戦。6度目の防衛を目指すも敗北してしまい、王座陥落。 10月9日、両国大会にて、ミル・オスプレイを相手に IWGP ジュニアヘビー級選手権試合が行われる。結果は、オスプレイのオスカッターに敗れ、王座陥落。これにより、シ田は、無冠となってしまった。その後のシリーズでは、川人拓来とタンクを組み、スーパージュニアタグトーナメントに参戦するも1回戦敗退。11月、大阪大会にて自分を破って、 王者となったオスプレイがマーティスカルに敗北。この結果に試合後のリングに登壇し、やっちまったなオスプレイと言葉をかけ、新王者スカルに挑戦を表明。しかし、オスプレイが櫛田に対し、ここからされ。お前に、用はない。俺が、リマッチを受ける。と、両者がスカルに挑戦表明をする。そこに、高橋ヒロも現れ、こちらも挑戦を表明。さらに、 4人でやろうよという4ウェイマッチの提案に、スカルが承諾。これにより、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合4、ウェイマッチが行われることが決定した。2018年1月4日、レッスルキングダム12の第6試合にて、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合4、ウェイマッチを行う。試合後半で、スカルのパウダー攻撃からの首固めで丸め込まれるも、 そこから、バックトゥーザフューチャーにつなぐも、オスプレイのロビンソンスペシャルを喰らい、ピンフォール勝ちを収めることはできなかった。そしてこの試合にてオスプレイが、スカルに勝利したため、王座大観とはならなかった。4月、スカルのリマッチを退いたオスプレイが次の、防衛戦相手に、くしなを指名。5月のレスリングドンタク最終戦にて防衛戦が、決定。結果は、 オスプレイのストームブレーカーに敗れた。5月、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア25に出場。5勝1敗、勝ち点10で4勝2敗、勝ち点8の高橋博武との最終公式戦に挑む。勝てば優勝決定戦進出だったか、博武の D にギブアップ負けを喫し,し、2連覇の夢が途絶える。9月、6.9大阪城ホールで王者となった高橋博武が、 負傷欠場による王座返上をしたことを受け、IWGP ジュニアヘビー級王座決定トーナメントが組まれ、神戸大会にて武士と対戦。試合終盤で武士の毒切りを浴びるも、最後はバックトゥーザフューチャーで勝利。10月の両国大会での王座決定戦に進出。10月、アメリカ大会でウィル・オスプレイに勝利したマーティスカルト王座決定戦を行い、これに勝利。 一年ぶりに IWGP ジュニアヘビー級王座を退官。2019年1月末で新日本プロレスを退団したことを発表。2月20日に一般人女性との結婚及び長女誕生を発表した。ニューヨーク時間4月5日に記者会見を行い、w w e への入団 NXT ブランドとの契約を発表した。 2021年クルーザー級王座大会2021年4月13日放送の NXT 大会で王者サントス・エスコバーとのオープンチャレンジに挑戦して NXT クルーザー級王座を大会 WWE での初大会となるホバーボードロック IWGP ジュニアヘビー級王座を腰に巻くくだありがとうございます